最初の出会いは、まさきさんから若いねって言われて、ああ、つって何歳って言われて、あ、18ですって言って、絶対良くなるよ、体重はって言って、そういう話を立ててもらったのが最初です。その重さ、その音量で戻すみたいなぐらい、もうスクワットとかも200とかやってるのに、あのもう卵かなんかを戻すような感じで戻すんですよ。元も一体が出せないで。でも、やっぱやってることを遠くの方に言うと、すごいハードなんですよね。さあ、そしてまあボディービルといえばね、やっぱり僕たちの世代では、鈴木雅史。いや、はい。この人はね、ゴールデンボーイですね。ね、ゴールデンボーイは、やっぱり、僕も DVD 全部持ってます。さあ、それはなんですね。僕はサインももらってます。ああ、そうそう、さすがです。あの、アナスペさんの動画にもありましたけれども、鈴木雅史選手は、うん、昔からのお付き合いで。そう、18、19ぐらいから。あの、埼玉のゴールドジムで、毎週月曜日、勤務していて、最初の出会いは僕が、スクワットを適当にしたんですよ。はい、あ、適当にしてた。まあ、適当に、まあ、18歳ぐらいです。適当、スクワットして、ポッと置いて、まあ、そしたら、まさしさんから、若いねって言われて、ああ、つって、何歳って言われて、あ、18です、つって、へえって言って、絶対良くなるよ、体重はって言って、そういう話をしてもらったのが最初です。で、そっから、毎週月曜日来るから来ないよって言われて、で、毎週月曜日、あの、その時は自分で車運転してたんで、車運転して、大宮とか、あとは埼玉スーパーアリーナのゴールドジムに行って、毎週月曜日行ったりとか、あとはちょっと指導してもらうようになってって感じです。あ、まさしさんがいるから、言ってたんですか？もう、正志さん目当てです。そしたら毎回毎回声をかけてくれて、で、仲良くなっていくと、だんだん、こう、関根くんとか、ちょっと調子いい時はジョージって呼んでくれたりとかして、うん、で、ポージングとかも見てもらえるようになってって感じです。うん、それこそ、だからジャパンオープンの前、うん、もう、2回ぐらい、ポージング見てもらいました。聞いてました。ああ実は、関根くんが今、野田さんたちの団体チャレンジするんですっていう。はい、お話を聞いてて、ちなみにやっぱりこう鈴木雅史さんというのはもちろん選手としても僕らの中でスターだし、なぜスターかというとやっぱり本当にクオリティが高いじゃないですか。高いです、本当に、はい、やっぱりすごいです。僕はこう今いろんな横川選手もそうだし、相澤選手もそうだし、まあ、歴代の、まあ、ボディービルチャンピオン、まあ、団体違うんですけど、ボディービルチャンピオンがいるんですけど、未だにやっぱりあのサイドチェスト取ってる、バックポット取ってる、下半身、はい、あれはちょっと、いや、まさしさんがちょっと、いや、もう、抜き出てるのか、全然出てます。出てます。まあ、そういったすごい選手、もちろん体がすごいから僕らはすごいって言ってるんですけども、ここまでなぜ鈴木まさし選手に魅了されますか？やっぱ、まさしさんは、あんまりこう、俺やってるぜみたいなことを、やってるぜって言うとちょっとまた違うな。まあ、あんまりこう、頑張ってることを見せないっていうか。見せないですね。うん、うん。なんか本当にトレーニングしてるところを見たことあるんですけど、本当にコソコソってやって、その重さ、その音量で戻すみたいなぐらい、もうスクワットとかも200とかでやってるのに、もう本当に、なんかもう卵かなんかを戻すような感じで戻すんですよ。音も一体させないで。それぐらい丁寧なトレーニングで。でも、やっぱやってることを遠くの方で見てると、すごいハードなんですよね。うん、ちゃんと見ると。もう、だからそういう、なんだろうな、見せびらかさない。だから努力っていうのは、これまさしさんが聞いたわけじゃないですけど、僕がまさしさん見てて思ったのが、もう成功するためのただの過程であったり、ツールじゃないですか、努力なんて。そんなら別に誰かにこう披露する場面なんて必要ないんですよね。多分、それはもう結果で出せばいいんで。そのためのものなんで、努力は。だからもう黙々と自分の、与えたミッションをやっていくだけみたいな感じなんで。うん、そういう考え方って侍っぽいじゃないですか。うんうんうん、で、僕、ちょっと恥ずかしいですけど、やっぱ18、19の時ぐらいは心がまだ若いっていうか。うん、思いの持ったら、ちょっと、声は出さないけど、やっぱ、こう、なんだろう、とかって、こう、うなるような、こう、こういうのを出しちゃったりとかして、やっぱ若かったんですけど、やっぱそれを見て、背中を追うようになってからは、やっぱり近い考えにはなりました。まだ、全く同じだったりとか、その域にまでたどり着いてないですけど、未だに僕の美学みたいな感じです、まさしさんは。要は科目に努力をして、そうですね、結果を残して、そうです、すごい作品がそこにある、ね。はい。はい。で、うん、そうじゃないですか。で、そうじゃないですか。そうなんですけど、うん、で、さっき過程って言った、努力は全部過程って言ったじゃないですか。でも、まさしさんは、もちろん努力は全部過程なんですけど、でも、結構ね、その努力の部分をね、評価してくれるんですよ。まさしさんが。そう。例えば、まさしさん、毎週月曜日やったりとか、はい、まあ、トレーニングとかしてて、まあ、努力するのは当たり前なんですけど、で、まさしさん
たまにこう褒めてくれるんですよ、うん、競技トレーニングしてたねみたいな、うんうん、そうそう、ああいうのやってれば筋肉残りるみたいな、そういうちゃんとそういうふうに言ってるけど、でもちゃんと頑張りも見ててくれる、すごいなんていうんですかね、なんかもう上司にしたい男みたいな。あそうなんだよね、うん、あの人のね、一番のこう人を引きつけるところって、もちろん体もすごいんですけど、うん、あの感じなんですよね。そう、あの人しか出せない、あの、そうわかります。そう、別にめちゃくちゃ人格者って感じじゃないんですよね、うん、でもすごい人間としていい人なんですよね。なんだろう、ある意味すごい普通をこう装う、うん、ジムに行ってもらったし、そうです、そうなんですよ、うん、普通をめちゃめちゃ装うけど、うん、装えてないというか、僕は、うん、そこが逆にこうすごい魅力的なんですよね。そうなんですよ、そうなんですよね、普通を装ってるんですよ、わ、うん、かります、みんなそこにやられるんですよ、やられます、やられます、うんうん、なんかやっぱかっこいいですね、うん、やっぱそれを出さないってところに、なんか僕はかっこよさを見ちゃいます、うん、もちろんそうじゃないやり方もね、出してくかっこよさもあると思うんですけど、うん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 、僕は出さないかっこその方が魅力的に感じるんで、うんうん、そこがやっぱりこう選手として、うん、追い求めていきたい、うん、まあ、なりたい、ゾウ、うん、ゾウです。